あ、順調ですね。もうね、葉っぱが出てきちゃった。早くやんなくちゃ。もう何箇所ぐらいやったんですか。まだ大したことない。2箇所か3箇所。上がっても大丈夫ですか。私が上がっても。どうかな。今やりはじ、あ、すごいですね。もう2箇所やってるんですね。これね、一発なんだよ。一発？うん、一箇所なんだよ。うんうんうん。2本を1箇所でね、まとめちゃってる。うん。ほら、変形してるじゃん。うんうんうん。だから難しいんだよ。そこの場所が難しいんですね。うん。やっぱ崩れちゃうもんね、場所が悪いんですね。いや、それで針金でこう止めればね、うん、大丈夫なの。鹿島のその背取りをやってる方、うん、なんか昔なんか聞いたことがありますっていう方がいらっしゃいましたよ。うん、何人かいたんだよ。うん、あとね、静岡にもやってるのいる、うん。静岡の人は今でも生きてるけどさ。ああ、そうなんですか。うん、その方もじゃあ背取り。背取り。もう夢中でさ、うん、それでこの楓のこれがこういうのが欲しくってさ、うん、電話かかってくんだよねかって言って。今？いやいや、その当時。それで俺風呂上がりでさ、うん、電話話してくれなくてさどっかにないかとか、もう風邪ひいたことあるよ。あら、冬場に。じゃあ折り返し、今お風呂は上がったばっかだから折り返しでもよかったぐらいですね。うん、今その人は鉢作ってる。鉢作ってるんだ。うん、へえ。同じ年代ぐらいなんですか？うん。矢島さんと。うん。俺よりちょっと上じゃない。もうこの形で水やりやる感じですか？そう。じゃないとやっぱり苔、水苔起こっちゃいますもんね。うん、あとここで、ここで、うん。ここもやるんですね。2本やってます。1、2。で、このままで鉢を横にしたまま、等分、これで、はい、これもやった後です。やった後です。水苔が落ちてないですね。はい、そう、アルミ線の、うん、あの針金のなんかコツってありますか？針金のコツ、針金のコツとは？なんかアルミ線をその木の樹形に針金をやる時のコツってありますか？うん、あ、普通の、うんうん、普通の針金かね。うん、いや、もうなんだろう、銅線よりも、うん、ニューマ線の方が、うん、なんていうかな、締まってる、締まってかけられる、うん、だからうちみたいに、うん、うちみたいに作り屋は、うん、銅線よりもアルミ線の方が、うん、その作るのに作りやすいよね。銅線だと、うん、針金をかけて、うん、その後少し戻るの。そこが、うん、我々生産者は戻られちゃ困るわけ。うん、あ、そうですよね。うん、
じゃあ矢島さんはアルミ線を使ってるんですか？うん、どうせも使うよ。うんうんうん。でもほとんどこのアラン、うちの場合はアラン掛けが多いから、うん、アルミ線の方が多いね。アラン掛けっていうのは、アラン掛けっていうのはね、うん、最初に、うん、最初に形を作る。うんうんうん。最初に形を作るのをアラン掛けっていうの。うんボサボサのがあるじゃん。うんうん、それを形一番最初にその太い枝を、うん、ここにあるべきところに針金で持っていく、うん、そういうのを荒掛けっていう。でその後、うん、形を、うん、銅線とか歩んで形を作っていく。うん。荒掛けの時は 何の針金を使うんですか？ニウム線。ん？アルミ線。アルミ線ですね。うん、アルミ線のコツってありますか？アルミ線のコツ。アルミ線のコツ。うん。アルミ線のコツは。俺の場合はコツは、アルミ線のコツはやっとことがペンチで締める。うんうんうん。よくやってるんでしょ。うんうん、締めてますね。うん、あれ銅線の場合はあんまりやっとことが、うん、ああいうの使わないで、うん、手で締めてるね。うん。あ、じゃあアルミ線の場合はやっとことかそういうものを使って、うん、ギギする。あ、じゃあアルミ線の方が締まるってことですよね。締まるよ。うん。そんなコツっていうものはあんまりないってことですかね。うん、コツはその形をつけるのに、うん、その枝の元、それは同じことかな、うん、枝の元から、うん、枝の元から、うん、枝の元をギュッと締める、うんうん、アルミ線は、うん、うん、アルミ線はっていうか、銅線も同じことかもしれないな。あ、じゃあそんなに変わりはないってことなんですね。変わりはないでしょう。うん、じゃあ銅線だけがちょっと緩まってくるってことですよね。うん、少し緩む。うん、その代わり綺麗だけどね、銅線の方がね。うん、緩むっていうのは半年とかそういう経過で緩んでくるんですか？違う、針金でこうやってかけるでしょ、うん、かけてこういう形にこういう形に持ってくる。うん、ニウム線の場合はこういう形になったらそのまま、うん、銅線の場合はかけてこういう形に持ってくと、うん、少しこう上がる、少しこう上がる。銅線の場合は少し上がるんだ、うん、へえ。ニウム線の場合はギュッと締まって、うん、もう動かない。うんうんうん、しかし銅線の場合は少しこう上がる。うーん、そういうところが違うよね。うーん、じゃあ木によって銅線とアルミ線を変えてるんですか、矢島さんは？うん、場所によってとかさ。うん、あんまり銅線使わねえな。あんまり銅線、あ、そうやってちょっと自分の形になる前に浮いちゃうから。うん、そうそうそう、それと、うん、うちは出来上がったものがないから。ああ、そういうことですね。そうです。まあその前に売れちゃうってことですもんね。うん、そう、そういうそういうことが多いよね。ほとんど形ができる前に売れちゃうでしょ。うん、そういうのが多い。
この間これがね、うん、この電動の、うん、これが壊れちゃってさ。あ、壊れちゃったんですか。オーバーヒートしちゃって。あらららら、新しく買ったんで。うーん、じゃ最新なんですね。うん、また直し出してくれるね。うん、治るか。あ、作り使い方が荒っぽいから。あ、ちょっと鉢、うん、なんか根が曲がらないから、もし枝とかそういう作りとかにはすごくいいらしいですね。黒とね、うん、黒と緑なんだよ。ああ、そうなんですか。で、今盆栽で、要するに菊鉢だよな。菊、うん、そうですね、うん、うちはもう何年も前に、あそこにほら黒いのあんじゃん。ああ、ありますね。あれがスリット鉢で、あ、もう3年ぐらい前から買ってあるんだよ、なんか針金もしなくていいから、水はけもいいとか言って人気になってますよね、うん、これいいやと思って。うん、やっぱそれなりにストレスかからないで、うん、できちゃうんですかね。水はけがいいからね、うんうん、スッとこう下へ根が、うん、伸びるでしょ、うんうんうん、伸びて、うん、全部下から全部ね、うん、水がはけるわけです。うん、普通のそういう鉢みたいに、うんうん、穴が1個じゃないの、全部下が全部へ、じゃあ水はけがすごくいいんですね、うん。これも売ってるよ、うん、大きなホームセンターの、うん、宮島さん的にもやっぱ盆栽で使うとやっぱり違います、効果は。俺黒松に植えようと思って。ああ、それでもう3年ぐらい前に、うん、注文して、うん、いっぱい買ってあるんですけど。あ、じゃあやっぱり効果があるってことですよね。うん、効果あるのはもう3、4年前から分かってる。3、4年前から分かってるんですよ。ああ、そうなんですか。うん、その言える品物がね、うん、まだ黒松ほら出来上がってねえじゃん。うんうんうん、その段階まで行ってない。うん、真ん中の小さい木がね、うん、あれがオカメザクラ。へえ。で、こっち側が桃。うん、桃なんですね。うん、で、こっちがね、うん、八重の、八重のなんかさ、これ。偕楽園に週末行ってきたんですよ。偕楽園。偕楽園。本当？そうそう、うん、すごい梅が 93% 開花してて、うん、梅とか桜とか見応えありますね。あそこの水戸とかさ、うん、それから大洗、うんうんうん、あの辺は雪なんかあんまり降んないんだよ。あ、そうなんですか。暖かいところも、うんうんうん、あれぐらい、なんか盆栽並みのちっちゃい梅がたくさんありましたよ。あ、そう。なんか盆栽に仕立てられるかなっていうぐらい。あ、売ってるんじゃない、盆栽も。盆栽も売ってるんですか、あそこ。あそこで売ってたと思うんだよ。なんか今年が、なんか
水戸祭りみたいなの、うん、なんか開催してなかったみたいですね。あの辺の園芸屋さんがさ、うん、あの梅の苗木とか売ってたりやんか、前はやってたけど、だいろんな種類があって、で結構苗木から、うん、あの60センチぐらいの苗木あるじゃないですか、うん、でそっから植えてるんですよね、ついてね、うん、そう、矢島さんに聞きたかったのが梅の、うん、その大きくなってるやつあるじゃないです か、うん、だから枝あればついてるんですかね。大きくなってるのはついてないけど、うん、苗木の、苗木のね、うん、あの未生して何年生だろう、うん、未生して2年生ぐらいのやつを、うん、この上から下からこのぐらいのところに住む、うん、じゃあ大きくなったやつは枝をついてるわけじゃないんですね。大きいやつ枝をついてんじゃなくて、うん、元継ぎっていうの、元継ぎっていうんだ、元継ぎっていうのは、うん、そこの下の方についてある、うん、木のね、うん、ないですね、はい、なんかわざとそのなんかで大きいのはもう花が見えないから2メートル以内ぐらいに全部押さえた梅が多かったんです。うん、うん、だからすごくあのね、人の位置の場所だから、うん、すごく見やすかったですね、うんうん、結局ね、うん、手入れも大変なんだよ、大きくすると、うんうんうん、だから、梅は大きくしないんだよね、うん、松なんかでも、うん、あまり大きくしないで、ある程度の大きさで、うん、でもなんか見やすくていいですよね、うん、やっぱ古いやつはすごく大きくなってて、うん、やっぱ花が見えないんですよね、上の方なので。ああ矢島さんの好きな松林ヒバイとか紅千鳥とか、売ってなくて、あの見てきましたよ、開花してるところ、うん、でもその周りの園芸店に行けば売ってるんですもんね。あ、そう、松林ヒバイなんか売ってた？わかんない、あの辺の園芸店行けば売ってないんですか？うん、あまりそういう種をそこまで突き詰めて考えてやってる人ってあの辺じゃ少ないんじゃないかな。あ、梅って言ったらほら丈夫なやつを、うんうんうん、道しるべとかさ、うんうん、白だと、うん、白髪とかさ、うん、ああいう、うん、意外と培養に楽なやつ、うん、そういうのいいんじゃない、うん、なんだっけ、100種類ぐらいの種類の梅があるって言ってましたね、うん、あ、そう、うん、で3000本ぐらい、うん、偕楽園のところに、うん、じゃあこれでいいか、うん、これね、こっち取ってからじゃなきゃできないよね、うん、そう、梅で鉄剣っていうのが花びらがないんですよ、うんうん、あるよね、うん、しべだけのやつだろ。そう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 。梅の木ってすぐにしだっちゃうんですか？なんか上に立つよりなんか枝の方がこうどんどん下の方に行っちゃうんですね。うん、それはしだれ障害。
あ、しだれ症の梅の木なんだ、うん、なんかね、未生のヤバイとかもやっぱ枝がね、どんどん下がってきて、うん、なんか支え棒みたいなのやってた。あ、そう、うん、しだれ、しだれ症のやつじゃないかな。だからなんか枝ができたのがどんどん下がっていっちゃうのかなと思って、うん、そういうことじゃないと思うよ、うん、あの確かにそういうあのしだれ症も、うん、はあるんだけど、うん、全部が全部そういうわけじゃないし、うん、ね、あとはすごい腐ってても、あの半分の根、ね、ね、っていうの幹が、うん、半分腐ってても生きてるみたいな。それはね、梅の特徴だ、うん、梅、あ、桜切るばか梅切らぬばかっつってさ、うん、梅はどんどん切ってそういうあの半ペラでも生きてるから、うん、そのやった方がその古さが出ていいって言われるんだよね、うん、あの梅は切った方がいい、うん、桜はあんまり切ると焼けてっちゃう、うん、で枯れちゃう。梅は焼けていっても、うん、あの半分焼けていっても、うん、もう半分でずっと 何十年何百年生き延びる。すごいですよね、うん、あれ梅の梅ってこ実になるんですか全部が。あの実は一重のやつは、うん、一重の梅はなる、うん、実が。で八重とかになると、うん、ならないんですか。ならない。うーん、三大名園の一つやって。そうですね、偕楽園の、うん、なんかもう日本遺産に登録されてますね。あ、そう、うん、岡山にもあるんだよな、偕楽園とか、うん、行ったことあります？岡山。あ、そう。あります？うん、俺は修学旅行で聞いた。あ、そうなんですか、はい、昔ね、うん、どうでした？何がなんだか分かんない。その当時はね、そう、岡山だけ私行ったことがなくて、うん、金沢は行ったので、ハサミお尻のところに ありますよ。モミジの挿し木はすごくあの海外の方からこうやって小さい盆栽を作るんですねって、うん、だから挿し木から作るっていうのが、うん、あのなかったんでしょうね。あ、意外とあの簡単なことがね、うん、あの知らなかったりするんだよな。うん、多分大きい盆栽で挿し木から作んないじゃないですか、うん、だからなんでしょうね。そうだね、うん、あの寝伏せなどはさ、うん、こんなの分かんないのって思っちゃう、うん、そうですよね。寝伏せも多分ええー、と思ってると思います ね、 ね、あれも結構反響あったもんね。そうですね、反響あるんで、なんか素晴らしい動画をどうもありがとうっつってマスターによろしくっつって。そう
うん、あっという間にもう本当目が赤いね、うん、あっという間だよね。ね、下の根もすごいですね。木みたいになっちゃってます ね、 ね。これだけ随分あるから水も濃くなる。なんでですかね。そういう症なんだよ。今盛んにこの見て、あ、本当ですね。本当だ。前はそっちは吹いてなかったでしょ。そうですね。本当だ。滴れね、個性なんですかね、やっぱね。多少やっぱり違うんだろうな。結構本当ですね、水が。すごいよね。うん。大丈夫ですか、吉本さん、こんな水引いて。大丈夫だと思うけど。すごいよ、垂れてる。これだけない。これだけだよ。ね。うん。そっちは全然平気だった。そうでしたよね。よいしょ。いいですね。水が元から性質でちょっと赤いんですね、これね。うん。これか。あ、吹いてるから元気っぽいですね。うん。これは、うん、赤目症って言うんだよ。あ、赤目症で種類が違うってことですか。種類が違うんだよ。その個性だ。あ、個性なんですね。こっちはちょっと青いでしょ。うん、そうそうそう。いわゆる個性。うん、これはなんていうの、白目症って言うんですか。青目。青目症ってなるんだ。経験なんかでもあるじゃん。うん、あ、そうですね。で、一般に赤目の方が少いよ。あ、そうなんですか。うん、ケヤキもそう。赤目の方が少い。やっぱ赤くなるのってなかなかじゃあそんなにないってことなんですね。うん。うん、じゃあすごい臓器についても本当に葉っぱ の、 その赤みかかってるのと青みかかってるので、うん、葉っぱの色が違うってことですよね。うん、葉っぱの色っていうか目出しね。うんうん、私交換会でさ、うん、楓を買ったんさ、うん、で葉落ちの時に買ったの、うん、気がいいから、うん、そしたらさ、うん、赤と青とさ両方の枝があるんさ。面白いですね。面白いじゃないよ、お金がそんなの買ってくれる人いないじゃない。あ、そっか、そういうことですね。うん、それと長いこと持ってて。急に変化はしないんですよね。青からいきなり赤になるとかってないんですよね。うん、そういうことはないです。見出し、うん、個性だからずっとそれは引き継いでいくでしょ。うんうん、赤みの方が若干少ないんですか、数的には。うん、やっぱり赤みの方が規定なんだね。うん、確かにそうですよね。これをやりましょうか。うん。
すき出しはね、意外と丈夫だからさ、多少荒っぽい仕事しても大丈夫。検証員にならなきゃいいけどな。見て。口なしやるときに。ああ。もう少し検証員なんだよ。今も。前から言ってますよね。でもだいぶ植え替えは終わったんですか。まだまだ。まだまだ。まだまだ。今度ほら終わってくるとさ、ある程度型がついてくると、今度何暖かくなってから植え替える、そういうものがね、どんどん出てくる。これから暖かくなって植え替えるのはどんなものなんですか。小白とか、小白は別にあれなんだけど、4月入ってからやるものじゃん。漂白類がね、そういうのやらなくちゃいけないし、このね、この、こういうふうに、少し色になっちゃうでしょ、ここにはね、水杉が入り組んでる。ほら、こういうの水杉なの。これをきれいに取っとかないと、本当は枝になるとこだったんですよ。枝だったところを取ったんですね。ちょっと下に、矢島さん、ここの上のところも同じように、枝のところこれ同じようになんですよね、多分ね。この2本あったから、枝を1本にしたんだよね。2本あったから。あ、本当ですね。その後ちゃんとカットパスタでさ、やっときゃきれいに巻いたの。そうですよね。よいしょ。本当やるやらないでこんなに違うんですよね。違うんだよね。結構使うな、これ。ダメだ、これで一連落して。あと違うことやろう。上は吹いてたのにね。理解に苦しむ。不思議ですよね。上の方があれだからかな、枝が新しいから。幹がそういうわけでもないんですよね。これ水出たからこっち出なくなったんだけど、そういうわけでもない。終わった後はもう一回水苔をやったところに水やりやった方がいいんですね。そうですね。この水苔やってるのは水やりやる時と同じ回数で
やればいいんですかね、うん、ちょっとね、うん、多めに多めに、うん、